思い切り引っ張るからね。どっちが割れると思う？抜けていったらどうする？下がりカブトン。シャトーブリアン。いろいろある。お、ヤンさんが。あと3。はいよ。乾杯。投げたよ、投げたよ。キムチ盛り、ナムル盛り、それぞれ。はい、キムチ盛りとナムルの盛り。到着。ナムルの盛り合わせ。あー、違った。来ましたよ。パク的にキュウリに白菜キムチ。真ん中のものはお譲りします。いろいろ思ったね。野菜からね。野菜食べよう、食べよう、食べよう。もう胃袋が張り裂きそう。あ、ごま油がいい風味を出してます。これめっちゃ美味しい。なんだっけ、千枚。めっちゃ美味しい。甘い甘い。それぞれ違うね、味付け。これは、あ、優しい味がする。薄め。全部味違うね。この蜂の焼き方よく見てね。これは8秒8秒。はい、1、2、3、4、8。こんな調子で覚えました。4、7、8。はい、どうぞ。ありがとうございます。日本だらですか、これ。8秒です。3はゆっくり。美味しいでしょ。美味しいです。やろうさい。めっちゃうまい。トロトロ。うまい。焼こう焼こう。ということで、勝利。何秒だっけ、忘れちゃった。置くよ。はい、はい、OK。できました。酢をレモンで食べるってあんまないかも。うん、やっぱりするもんね。硬いイメージ持った蜂って。歯の入り方が柔らかい。この赤いやつもいただきますよ。この赤いやつを、これ均等にね。 OK、 均等に、均等に。ちょっと緑のものは見えない。白菜キムチ。お、辛くない。ちょっと甘め。騙されたぞ。いや、どう考えてもキュウリ、もろキュウリでしょ。いや、匂いがすごいもん、キュウリの。例えば冷麺にキュウリ入れるか、でキュウリ抜いても冷麺にキュウリの味するか、それぐらい敏感。牛タン焼きます。もうツヤツヤの牛タンを。あ、すごい、すごい。これどんぐらいなんだろう。結構いいんじゃない。はい、大きいやつ。大きいやつ食べな。小さいやつ。幻の卵。幻の卵。あー、いい匂いする。うん、めっちゃ赤いよ。なんじゃこれ、うまっ。この卵はこれね、お、幻の卵って言われてます。卵の卵、これはね、埼玉の東松山。卵と私。はい、卵と私。プロですから。幻の卵を揚げ混ぜます。めっちゃ濃厚だね。めっちゃオレンジじゃないこれ。何使うんだろう。野原焼き。野原焼きが来ました。すごい。めっちゃいい匂いするよ、これ。あ、折りたたむんですね。わお。
ないぞ、ヒント、ヒント、マハラ焼きいただきましょう。これ一口一口で濃厚。あのお肉はどうするか教えてあげるから見ときや。このお肉はこうやって食べんねんで。1、2、3、4、2、3、4。はい、これ今度はタレつけて。タレよ。ありがとうございます。はい、卵つけて。ほんじゃない。はい、ご飯にまく。はい、こうやって食べるんだよ。はい、どうぞ。大阪です。え、島田市出身。岸和田か。茨城か。田舎や。俺は市内で。シティボーイ。あ、残った。やば、これはでかくない？怖いですけど。あ、やばか。もっと面白いの見せてあげよう。これは31年前の街です。開店当初の街です。どれでもいいから2本取ってください。1、2、どっちがいい？じゃあこれ返してください。グッとね。いくよ。思い切り引っ張るからね。どっちが割れると思う？抜けていったらどうする？どういうこと？なんでなんでなんで？もう一回よう見や。入ってるよね。入ってる入ってる。本当に入ってる？しっかり入ってる。入ってる入ってる入ってる。やばい。なんで？すごい。ネタの方向。都会の人はこういうことができる。はい、ということで大阪のシティボーイが行きますよ。モンスターいます。こんぐらいでいい？はい。食べよう。オッケー。めっちゃ贅沢だわ。お尻の匂いを嗅いでます。結構分厚いけどさっきより4秒に ザブトゥーン丸めます僕は。ローリングサクサ丸めて。シャトーブリアン。めっちゃいい匂いするよこのハンバーグ。すごいなこの圧巻の映像。あ、ご飯が乗るんですね。
ッサシステム。でかいカメラ持ってやばいって言ってる、店員さんに負けないぐらい忙しいです。あとはじゃあ肉を3分割して食べましょう。はい、じゃあそれぞれか。ああ、たまらん匂いが。持ち去り事件。あ、切ってくれるんだ。うまっ。なんなんこれ。シャトーブリアン。あ、めっちゃいい匂いする。このピンクすごくない？この黄色。見事。ちょっと一番大きい。端っこ。うわ、この、え、柔らかこれ。あ、いただきます。うまっ、うまい、脂がすごい。何切れ食べていい？4切れ。4切れいただけるそうなんで、フードロスを切るだけに食べたいと思います。なんと贅沢な、こんな丼かつてありましたでしょうか。うわぁ、シャトーブリ丼、パラパラパラ、シャトーブリアン。いただきます。うわぁ、もはや肉寿司。うまっ、何これ、すごい、こんなの初めて。いや、とにかくうまいですよ、これは。黒毛和牛のシャトーブリアン丼。うじゃあ、三の後ろ何？そう、三の後ろは大して7だから4、はい、4、三の後ろ4、三の後ろ4。もう一回行くよ、今度はリクエストしてください。じゃあ今度は2で行こうか、はい、2の2、5だよね。5以外何がいい？そんなにもできないでしょ。3、はい、3がいいの？3がいいです。珍しいな、2の後ろが5、3人なれ。2の後ろが3っていうのはどう？2の後ろがまた5に帰ってくる、面白いよ。なんでやばー、面白いでしょ。ゴールドフィンガー違うから。はい、固めのプリンじゃないですかこれ。よう味わって、よう味わって。次下行くよ。はい、これ。